いよいよ明日だよ。いよいよ明日だよ。忘れてた。明日だよ。生活保護抜けるかどうか。どうなるかな。ほんと抜けるの大変。もう3ヶ月ぐらい抜ける抜ける言ってたもんね。たたしさんいらっしゃい。生活保護抜けるかどうか明日結果が出るよ。始まるぜ、ついに。ついに始まるぜ、本当の戦いが。明日だよな。確認しないと。いやー、長かったね。明日だね。アイテムはクレジットカードとなんだっけな。ちょっと今見てみろよ。アイテムはプレミアムアイテム、支払い方法がね、支払い方法はクレジットカード、ウェブマネー。ウェブマネーっていうのはあのコンビニで買える。ウェブマネー。あとビットキャッシュ。これビットキャッシュはなんかわかんない。あとソフトバンクだね。ソフトバンクの携帯から支払えるらしい。うん。デビットカードはクレジットカードだよ。デビットカードは買えます。クレジットカードだからあれは。うん。ジリコバさんのも、AO さん、フォロー、ありがとう。うん。だからデビットカードで買えるよ。新しいフォロワーさん、ジュニアさんフォローありがとう。だからアイテム120円ぐらいで、からあるから。うん。結構選べますよ。デビット。デビット便利だよね。明日だよな。明日だ。明日か。生活保護。生活保護終わったら何やろっかな。ね、配信いろいろ攻めようぜ。競馬でもやってみるか。競馬配信でも。ね、競馬配信やってみよう。生活保護っていくらもらえるんですか？生活保護はだいたい8万円プラス家賃だと思ってもらえればいいかな。うん。だいたいそんな感じ。8万円プラス家賃。ただ、人によって全然違う。年齢によっても違うし。ダメ。ダメだそうです。じゃあゲーム配信とかやってみようか。バーガープレゼントありがとう。ダメって言われた。配信で一番になったら生活とかできますか？どういうこと？生活できるかって。言ってる意味がわかんないんだけど、どういうこと？意味がわからん。生活できるんじゃないの？うん、まあ、彼女がダメって言ったらダメだよ。パートナーだから。生活保護って他に収入あったらダメなんですかね？いや、全然。俺だって他に収入いっぱいあるよ。働いてるバイト代も配信で稼いでるし。競馬も勝ち方あるんだってね。正しくやれば宝くじよりは利率いいみたい。宝くじが最悪すぎるんだって、あれ。宝くじは最低なギャンブルって言われてんだから。勝ち方なんてないでしょ。俺、勝ち方は JA になる方法だと思ってるけど。元締めになったら絶対負けないよ。うん。そうだね。うん。全然、むしろ働くことはいいことだから、働いてくださいって言われるよ。生活保護は。おい、ミスさん、どうも、よろしく。ゲーム配信だね。バーガープレゼントありがとう。何やろうかな？ゲーム買っちゃう？なんか。ゲーム配信。何がやりたい？ゲーム。なんか、ロックマンとかやりたくない？ロックマン X とか。テレテレテー、テレテレテー。テレテ、テレテ、テレテレテー。馬主か。馬主はロマンありそうだよね。馬主は儲かんないらしいよ。バイオハザード？バイオハザード2やりたいかな、俺。君はプロ配信にしても全力でやってる感じがいいね。まあ、プロになりたてだからじゃん。香川さんとか、うなちゃんとか、みどりさんとかってもうキャリア長いから、多分まだ新しさがないんだよ、フレッシュさが。もう慣れてるっていうかさ、あの辺はベテランだから、うん。
俺はさ、まだ3ヶ月ぐらいだから食えるようになって。4ヶ月目か。だからまだそう、勢いがあるんじゃん。まだまだ野心を持ってるっていうか。先輩たちにはかなわないかんね。アスペルガーって聞いたんだけど、何が苦手なんですか？僕はね、文字の読解能力がほぼ皆無なのと、他人の気持ちを全く理解できないから、人の気持ちを理解するのすごい苦手。プレミアムファミコンはデフォルトで30ゲーム入ってる。あー、品切れなんだ、あれ。でも俺、スーファミが好きだな。配信で生活できるのかの話ですが、飯が食えるくらい儲かるのか、どういう、配信で生活できるかの話ですが、飯が食えるくらいの儲かるのかどうかという意味だと思います。え、何の話？みちさん。え、どういうこと？誰に対するコメントなのかよくわかんねえな。インベーダーゲームとか面白いよね。うん、もうすぐ風呂？ポヨタもいらっしゃい。楽しんでて。どういうこと？みちさん。ちょっとごめん、よくわかんなかったわ。読解能力、和藤さん頭の回転速そうなのに、アウトプットするのは得意だからそういう風に見えるんだけど、俺と会話してみるとわかるよ。うん、あ、メロンさんの質問の補足、あ、ありがとう。そういう時はね、メロンが今やってくれたみたいに、リプライっていう機能があるから、この人に向かってコメントしてるよっていうの入れるともらえるとありがたい。俺に向かって喋ってるのか、誰かのリスナーさんに喋ってるのか、リプライって機能を使ってもらえると、俺がね、コメント拾わなくていいんだって判断できるから。アスペルガーでも彼女さんとの関係うまくいってるんでしょう？いってると思ってるけど、うん。新しいフォロワーさん、ニコッシーさんフォローありがとう。うん、よろしく、みちさん。知的の遅れは僕は、どれくらいかな？ IQ は81なんですけど、平均 IQ っていうか、IQ がその、メンサっていうやつとかテスト受けると140とか出るんですよ。だから得意な IQ、IQ って総合 IQ なんですよ、あれ。みんなが IQ、IQ って呼んでんの。だ、知的障害までいかないけど IQ は低いの。ただ IQ140 とか IQ110 とかの項目があるから、得意な部分と不得意な部分がすごく激しいです、僕は。配信業儲かるかどうか？人によるんじゃないかな。人によると思うよ。うん。俺はまあ、普通に配信で儲けるぐらいだったらバイトした方が効率いいよとは言うぐらい。うん。俺は東京大学で受けましたね。うん。ボーダーってこと？ボーダーっていうか、今見せるわ。じゃあ。なんか説明が難しいから。ボーダーがよくわかんねえな。IQ テストどこだ？ IQ テスト。IQ どこだ？うん、IQ テストがねえな。あった。こんな感じ。この真ん中の線っていうのが平均 IQ なんだけど、平均のところが1、2、まあこの辺か、3、4、5ぐらい。だけど、完全にもう知恵遅れっていうか、完全にダメなところが2つあって、中途半端なところがいくつかあって、IQ 高いところが2つあるっていう、そういう感じです。だから平均点で言うとかなり下回る。何うわって。まあ、KY ってよく言われますね、僕は。うん。会社でもよく怒られますね。指摘をされますよ。ダメな二つ？ダメな二つは、理解力がゼロ、1。要はゼロってことね。理解力がゼロと、
配列がゼロ。要は配列っていうのは時間軸だね。時間軸の理解ができてないっていう。プロ配信者だよ俺。カオルくんいらっしゃい。要は他人の話してる内容を理解する能力と、あと時系列がぐちゃぐちゃになるっていう。それがもうほんと人間じゃないぐらいできない。カラコン入れてないんですよ僕。目色素茶色いんですよ。抹茶色っすね、カラコン入れてないよ、色素めっちゃ薄いんだよね、これくらい茶色いね。でもピントが合ってない、すごい色素薄いっすね。母親も色素薄かったけど、茶色になんかちょっと青が入ってるか、メガネ一重だから小さく見えるからあれなんだけど、めちゃめちゃ茶色いっすね僕は。アスペルガーで手帳はもらってない。躁うつ病と統合失調症だね。ちょっと緑入ってるね。ちょっと緑入ってる。多分ね、あれだよ。ユダヤの末裔だからでしょ。島津家だから、旗一族だから。ユダヤ十氏族の末裔だから。肌が、それが大変なんだよ。見る？肌。肌真っ白になる病気。マイケル・ジャクソンと同じ病気なんだけど、すごいよ。笑うよ。ちょっと画面だと伝わらないかもしれないけど、伝わるかな。もう真っ白でしょこの辺。わかる。この辺まだら模様で真っ白でしょ。すごいよ。今度彼女から二重にする配信。二重にできるよ、俺。二重にしようか。もう二重できるよ。ちょ、待って、ピントが合わねえな。うぜえな。このポンコツカメラ、ほんと嫌なんだけど。宝の地図ってノンタン呼んでるけどね。二重やってみようか。まだらまだら。じゃあ、病気なんだよ。肌が白くなっちゃう病気で。人差し指とかだとわかるかな。ここ真っ白なのわかる。白人みたいになんか、絆創膏ずっと貼ってた後みたいに、ここだけ真っ白なんだけど。わかるかな？伝わりづらいんだよね。こういう感じ。こういう風に肌が白くなっちゃうんですよ。わかるかな？ピンボケがすごいけど。ピントが合わねえな。わかる？こういう風にね、どんどん肌が、色素が抜けていって白髪になる。白人の血は入ってないよ、俺。二重にするとこういう感じだね。これはね、尋常性白斑って言って、日本だと白ナマズ病って呼ばれてるんだよ。原因不明。さっき言ったユダヤの末裔っていうのは、ユダヤ陰謀論って聞いたことあるよ。あ、ユダヤ陰謀論じゃないや。日ユ同祖論って言って、日本人のある一部の血筋はユダヤ人の末裔なんじゃないかっていう陰謀論があるんだけど、そう、それがうちの家系なんだよ。
その一族だって言われてんのが。モンキー・ディ・ルフィの D と一緒だね。D と。そうそう。うん。だから日本人っぽくない顔立ちをしてるって言われる。世界ってユダヤに支配されてる。まあお金は結構牛耳られてるだろうね。ユダヤ資本に。ユダヤ人頭いいかんな。ユダヤの頭いいところは国の運営は好きにやっていいけど通貨発行権だけ抑えさせろっていう、それくらい頭いいね。国なんか好きに、思想だのなんだの宗教だの好きにやっていいけど通貨発行権だけは譲らねえよっていう、超賢い民族ですよ。暇暇暇暇、なんか遊び行きたいな。はい、ワード2、サボちゃんいらっしゃい。遊びたいよ。カツラカットしようかな。カツラカット配信やってもいいですか。カツラカット配信。カツラ買ったんだけどさ、カットしてないんだよね。のんたん、すきばさみまだある？のんちゃん、すきばさみってまだある？買ったよね。どれ？これか。これすきばさみか。これでやろう。よし。ハゲてない、いや全然気にしてない。ちょっと毛量が多いでしょ。どんな感じにする？ちょっと毛量が多いから、これ。そう、ファイナルファンタジー感出ちゃうから、これだと。うん。腐女子たちが歓喜するから。うん。ふさふさ？うん。うん。そう、これ、前髪うぜえ。マジ。前髪超うぜえ。うん。
モヒカン？いや、ウィッグでモヒカンは無理なんじゃないかな。わかんないけど。どうしようか。どうする？似合う？ちょっとファイナル和道だから。ファイナルファンタジー11出るから。11じゃないか。アイラ風にオラオラで行く？アイラどんな感じにしてるっけ？アイラの髪型わかんねえな。難しいな、これ。単発にする？これ。前髪を切ろうか、とりあえず。前髪どんな感じ？パッツン。とりあえず前髪切るところからやるか。ちょっと待って。鏡ないから、これ鏡に代用させてもらうわ。ごめんね、配信を鏡にしちゃって。鬼太郎みたいになってるから。さて、どっからいじろうかな。眉毛ぐらいまで、ていうか前髪ってどっからどこなんだろう。適当でいい？適当にカットしていい？でも髪がうぜえ。とりあえずゴムでまとめるとか。髪の毛が、前髪があるのってこんなうぜえんだな。前髪があった試しが、前髪あるとか中学生ぶりだからさ。もう超うぜえよ、マジで。前髪超うぜえ。あ、どうなってんだよ、これ。どうしようか。とりあえず切ってくわ。もうセンスいいから、俺。とりあえず切ってこう、バッツリ。ビニールは？いらん。あとで掃除機で吸えばいいんだよ。量多いな。量多いな、これ。うぜえ。アシンメトリー？いいね。アシメにしようか、じゃあ。あ、マジうぜえ。マジうぜえ。前が見えねえ。バサッといく。いや、スキバサミで結構がっつりいってるけどね。いいや、めんどくせえ。普通のハサミでいくわ。あー、めんどくせえな、これ。全然切れねえ。全然切れねえよ。全然減らねえ。全然減らねえよ。ピンで止める？なんかあれだな、メンヘラ枠みたいになってきたな。メンヘラの断髪式枠みてえで怖えな、なんかこれ。なんかメンヘラの女の子自分で髪の毛切るよね。
端にかぶせる。俺と頭のサイズ違うじゃん、だって飲んで。全然切れない、この髪の毛。超切りずれ。だんだん切れてきたね。余計見えねえし。あ、プリンいらっしゃい。うぜえ、マジで。マジ前見えねえ。怖い。結構切りすぎた系か、俺。切りすぎた。サイドどうする、この辺。清春みたいになってる。清春の髪型でしょ、これ。これさ、黒夢の後期の清春の髪型でしょ。清春じゃん、これ。清春。うん。ああ、のんたんやってくんね。マジで前が見えねえんだけど。のんたんちょっとやって。ワックスつけて固めよう。それ最後でしょ。それは最後だと思うよ。全体的にバッツリ短くしよう。全体的に。いや、もうこういう感じだから。横切った方が似合いそう。切ってる切ってる。もういらないでしょ、これ。どう？前髪がとにかくうざいんだよ。どういうふうに、あ、なんか分ければいいんじゃない？わかんない。なんか毛の量が人工的だからさ、わかんないんだよね。頼むわ、もう無理だ俺。うん、のんたんにカットしても、ここに座って。後でやるから、あの、いいよ、掃除は後でやるから、がっつりって。いいよ、そういう、そういうのいいよ。うん、ガンガンいこう。そういう、なんか、小技とかいらないから。全然切れないでしょ。びっくりするでしょ。のんたん彼女だよ。ていうか、この前髪を切りたい。目が見えないの嫌だ。少なくすればいい。少なくすればいいの。長さが合ってない気がするんだよ。全体的にうざい。全体的にマジでうざい。パフェありがとう。バッツリいこう。全体的にうざいよ、本当に。てかさ、カミソリあるよ、のんたん。カミソリでガーってついちゃおうよ、こうやって。カミソリ持ってきて。カミソリ、カミソリ、シャギーにしよう。今カミソリ
あの、のんたんがリストカットに使ってるやつ。持ってないわかんないけど、あの、鉄のカミソリあんじゃん。あの、メンヘラ御用達のやつ。顔剃り用の。持ってないの。え？メンヘラなのに、うん、じゃあいいや。うん、何それ、常に持ち歩いてるみたい。常に持ち歩いてると思ってたんだけど、俺。うん、どんだけ聞いたがりよ。ガンガン行こう、ガンガン行こう、ガンガン行こう。考えるな。た、耳とか切るなよ。うん、うん、ちょっとさ、この辺長くしとか。いいよ、任せるよ。だからとにかく俺は目が見えないのがすごい嫌なんだよね。前髪を薄くしようと思う、うん、前髪の長さがいらない、とにかく軽くして、あ、ちょっとやっていい。前髪自分でやるか。そこ座ってて。見えねえマジで。あ、いや、ダメだ、無理無理、これどんどんどん薄くしよう。前髪もバッツリ短くしてほしいんだよ、うん、はい、またね、おやすみ。タバコ吸っていい？前髪の量めちゃめちゃ多い、これ。てか俺には前髪というものが存在しないから違和感しかないんだよね。うん、赤深さみたいになる。売れない30過ぎのミュージシャン、いいね。人工かな、2000円で売ってたから買ってみたんだよね。アクリル、アクリル。てかちょっと待って、機材にはあのやんないでよ。そうだね、見えるようになってきたね。うん、だいぶマシになってきたね。それでも毛量多いな。スタジオ配信やるって今度はこれ被ろうか。ミュージシャンモードの時これやろうか。
ここヨーロッパじゃなくて日本だから、ヨーロッパのスタンダードとかいらないから。いい感じになってきた。とかもコーヒーいらないでしょ。こんなのダサいでしょ、これクソダセーじゃん。何系だよ。ダサすぎるでしょ。どうってよくこれでどうって聞けたな。飽きただけじゃん。耳出しするしたいね俺も。じゃあ俺がやろう、変わろう、はい、よし、ありがとう。血が起きるのね。ちょっと待って、マイク外すは悪い。ボリューム調整です。マイクさんどこだ。マイクスタンドどこだ。マイクスタンドどこ。あの横にない。どこ。アンテナか。マイクスタンドどこ。電気つけて。電気つけて。聞こえる？これくらいでいい？これくらいでちょうどいいっすか？これくらいで聞こえる？こういう女の子いる？ソフィア、古いな。こんな女いねえだろ。どこにこんなヒゲモザの女いるんだ。オッケー、ありがとう。こんな女いねえだろ。
黄色の。ああやりづれ、やりづれな。どうしよう、ノンタンかぶって俺がノンタンで切ったらダメ。うん、ああそっか、汚れるか。これくらいに抑えたいんだよね。この上の部分段できればいいのか。うん、やりづれえな自分の髪。ブラシある？下。何の放送なんだよって職場の人が見てたわ。なんて言うんだろうな。ノンタやって。いやもうなんかこの辺の量が多いからこういう風にしたいんだよ。なんかここ段に切っちゃう。ここ軽さ、ここ取っちゃう。がっつりバチバチいっちゃっていいよ。上の方が量が多すぎるんだよこれ。友がアシカくんスタンプ使ってた。マジで？マジで？すげえな。
なんだな、口の中から毛がいっぱい出てくるんだ。マジだ、すげえな。アスカくん友達に勧めたら間違ってアスカくんスタンプ買った。マジか、アスカがくんスタンプ買った全然違うじゃん、うん、ありがとうね、勧めてくれて。アスカがくんって武将でしょわかんない。あ、ストップで。なんか多いんだよな。でもあれじゃない、このなんか中にその雨闇が入ってるから怖い。いや違う、ここが多いんだ、ここカットしよう。潰れるかも。もっともっとガンガン行こう。ここ、ここっていうかもう全体的に多いよ。こっちも、こっちも。まあこれが現実だよね。おっさんの、赤毛のおっさんの髪切る配信なんか誰が見たいんだっていう、うん、新しいフォロワーさん、やりたろうさんフォローありがとう。これをかぶるとかぞる。アシカくん、カタカナのアシカくんのスタンプがあるってこと？わかんないけど。この辺いらないかな、後ろ。こういう感じだったら可愛いんだ。かわいいとかそういう、いや俺かわいそうないでしょ。ここいらない、ここ。ヘリ太郎さんいらっしゃい。あ、かわいいじゃん、かわいくね。千年に一人のかわいさでしょこれ。千人に一人のかわいさでしょ。内側から縦に削いでくんなって、内側から削いでくんな。広末涼子ぐらい可愛いでしょこれ。古い。長い長い。この辺全部いらない。
カードだよ、後ろ。広末涼、だから俺女になったら絶対モテてたもん、うん、女だったらめちゃめちゃモテてる自信あるわ、うん、だんだん良くなってきたね。化粧映えする顔だから、ひげ剃って化粧したら女に化ける自信あるよ。だいぶ良くなってきた。この辺多いな。この辺まだ多いな。あ、疲れた。後ろがすごい。
でかい、こんなんいらない。スーパーのでいい。はい、サンキでは、おとつ、いらっしゃい。パソコン周りが毛だらけだ。わさびってどういう話なのあれ。広末版レオン。やってるよ。もう広末涼子にクリソツっていう、はいどうもラクリン。広末涼子にクリソツだっていう風になぜか評価が変わってる。リュック・ベッソン監督の広末涼子にそっくりだ。俺の顔立ちが美形なのがついにバレたか。実は国民的アイドルと同じ顔立ちだったっていうね。レオンの後でしょ全然。あーうぜ。前髪うぜ。飽きたな。もう今日これでいいべ。飽きちゃった。今日この辺にしといてやるか。このカツラも。今日ここまで。このカツラくんは。また次回にしよう。辛い。かゆい。こんな人いる？ここまでにしよう。
毛だらけで辛いよ俺。それめんどい。ありがとうモンタ。片付けんのめんどくせえな。蒸れる、超蒸れる、かゆい、蒸れまくるね。本当に嫌だ。マジ蒸れ蒸れだよ。最悪。髪の毛が入るのが嫌だね。口の中にね。のんちゃんこれドクロにかぶせて。かゆい、かぶれるアレルギー体質だから。ムレムレ生放送ですよ、本当に。ああ。散歩配信でもやる？寝る前の。ヒゲの形いい？そう。そう。スライム？いや、違う、ドクロがあんの。人体模型があるから。人体模型にかぶせてんの。スケさんって呼んでるんだ、俺らは。かゆい、チクチクだ。家でやるもんじゃねえよこんなの。なんかでも今、あれだってよ、ウィッグ専用にカットしてくれる美容室とかあるらしいよ。美容室に持ってくと、カットしてくれるんだって。美容室はね、別に人工の毛だろうが、なんだろうが、髪切って整形させてんだから切ってくれるわな。なんかさ、ベルト買おうと思ってても数ヶ月経ってんだけど、ベルトでおすすめのメーカーってある？革製がいいんだけど、革、本革。ベルトでおすすめのメーカーってなんかありますか？あー、最悪。ウィッグのビュースあるんだ。
いやもう部屋が毛だらけでそれどころじゃねえから。俺の配信部屋カオスだから今。とんでもねえことになってるから。取っても取っても毛が出てくるから。猫でも飼ってんのってレベルだよね。小さい掃除機欲しいんだよね。この部屋はでかい掃除機いらない。本当にいらない。ワンルームででかい掃除機買わない方がいいよ。かさばるし。毛の量めちゃめちゃ多かったよ。このオレンジのテープって何なんだろうな。ここで切るってこと？うまくできないな。でも毛だらけなんだもん。うなちゃんマンの真似してハゲてんじゃねえぞ。はい。掃除機だな、これ。いつまで経っても赤い毛が永遠と出てくるから。うん。ハゲ方まで言われるんだもんな。うるせえよな、ほんと。ほっとけよって感じだよな。黙ってろよって。はい、ただいま。なんか最後に、今日最後になんかやりてえな。なんか最近物足んないんだよな。早く旅出てえな。いやまあ通常営業所、通常営業、何ら変わらない日々だよ。エンドレスワードだよ、エンドレスワード。
もう10時か、寝るか、そろそろ。ひねもすだね、ほんとに。コンドームは今やってあげようか。うん、ちょうどもう髪ぐちゃぐちゃだからやってあげようか。いいよ、やってあげるよ。ちょっと待って。よいしょ。のんちゃん電気暗くして。ちょうどこの後風呂入るからやりやすいわ。コンドームメイン。いや今や全然やってあげるよ、暇だから。何が始まる？ああ若い人知らないのか、若い人知らないのかっていうか若い人っていうかね。ちょっと待って、準備だけするわ。
ハーゴプレゼントありがとう。そしてありがとうございます。ねえ、ヒューソン、こちら火星、ヒューソン、聞こえる？つながらない。つながらない。お願い、通信網がダメ、衛星がやられてる。メーデー、ヒューソン、お願い届いて。電波が回復しないわ。酸素の残量があと2分しかない。あと2分30秒で私の酸素が、メーデー。ヒューストン、お願い。この映像を受け取って、ヒューストン。こちら火星の窓、お願い、お願い、
まあ、なんて綺麗なの？火星から見る地球なんて綺麗なんでしょう。あ、すごい、すごい綺麗。地球のみんなにも見せたい。あー、メーデー。メーデー？ヒューストン。お願い、ヒューストン。あと2分で通信。酸素が足りないの、ヒューストン。ああ。私死ぬのかしら。私このまま死ぬのや。ヒューストン、お願い。この通信を受け取ってお願い。あ。流れ星？違う。ロシアからのエース、ロシアがた、ありがとう、ヒューストン。ロシアから応援が来た。あ、違った、流れ星だった。あ、ロシアからの、ロシアからのエース、ロシア、ヒューストン、お願い。酸素がなくなる。ヒューストン。プランは？プランは？プランデルタとプランベータどっちなの？ヒューストンわからない。隊長が死んじゃった。隊長。残り2分。火星で生き残ってるのは私だけ。ヒューストン、プランを教えて、神様。こんな時どうしたらいいよ。お母さんが教えてくれた、おまじない。迷った時は、迷った時は、勘が頼りよってお母さん言ってた。ヒューストン、わからない。答えが出ない。頑張る。私頑張る。負けない。こんなところで負けない。負けたくない。お母さん死にたくない。ごめんなさい。このメッセージを、地球のみんな受け取ったら、地球のみんなを、ごめんなさい。ミッションは達成できなかったわ。次の人類の可能性にかける私。あ、酸素が足りない。また会いましょう。さようなら。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。